こんにちは、高橋志郎先生よりマルクスのジェンダー革命お話を伺います。高橋先生、お願いします。当事者であるヘイヤーさんは、性転換手術は史上最大の医療詐欺だと言っている。まあ、結論だけを彼の言葉で言いますと、性別は変えられない、つまり性は多様というけども、その 身体的性というものは男と女しかないんで、なかなかそれはいくら性転換手術をしてもホルモン治療をしても変えられないんだと、こういうわけです。トランスジェンダーは存在しない。まあ、彼の言葉を引用しています。彼は性同一性障害の原因は幼少期の有害な経験にある、まあ、ご自分の3つの経験で、そういうふうに性同一性障害になったと言っているんですけれども、そしてさらに彼はこう言っています。子供を洗脳する性教育は非常に有害で、 LGBT について学校で教えるべきではない。まあ、これは意見が分かれるだろうと思いますけれども、現実にもう高校の教科書、家庭科の教科書、公共の教科書ではこれがほとんどの教科書に入っております。もう実際に行われています。このウォルト・ヘイヤー氏によれば、いろんな話を世界で求められて、日本だけにはまだ要請がないらしいんですけれども、スウェーデンとかチェコではそれ学校で、LGBT を教えることをやめたと、証言しています。ポルノは脳の構造を破壊し、前頭葉というものに非常に悪影響を与えてポルノ依存症になっている。家族破壊を目指すマルクス主義者たちが性転換手術やホルモン治療で子供を産めないようにしている。 LGBT 支援の資金は最古から寄せられ、利益を得ている人々が推進していると、まあ こういうことを彼は言っているわけであります。家族破壊とマルクス主義、何の関係があるかと思うかもしれません。これはどういう関係かということを簡単に申し上げますと、これがグローバル性革命ということの思想の中身の核になることなんですけれども、マルクスは階級闘争史観を提起しましたね。それを男女の主従関係に当てはめる。最初の階級 対立は家庭における男の女の支配であると、こういう考え方なんですね。したがって家庭は男が女を奴隷として抑圧している体制なんだと。そこでその男が女を支配する、階層秩序、ヒエラルキー、主従関係を転換すると、これがジェンダー革命。しかし皆さんそう聞くとと思うかもしれませんが、このジェンダー革命は今この国の内閣府の男女共同参画局の月刊誌1月号の表紙にジェンダー革命とドーンと出ています。決して夢物語ではない。もうジェンダー革命は男女共同参画局の、局長が、最初の冒頭の対談でそのことについて、述べて、おそらく安倍政権下でこんなことがあれば局長が罷免されたかもしれないぐらいの話です。本当は深刻度から言えば。しかしそれを堂々と、月刊誌の表紙に書いてそして対談の中で夫婦別姓の問題とか、そういう自民党の動きを批判するというようなことが、この三権分立の時代の中で、行われているということが起きているわけであります。ジェンダー革命は決して一言の話ではありません。今日本の、内閣府の月刊誌の表紙になっていることであります。知らんの帽子が小皿叩いてちゃんちきよけさ